川崎 AV50 は川崎重工業が製造を販売していた排気量 50cc クラスのオートバイである。1982年発売。1980年代初頭は鈴木の豆丹などに代表される通学、通勤用のミニバイク内いし、レジャーバイクのジャンルに一定の需要があり、AV50 はそうした中で登場した。 しかし、1981年から1982年頃の 50cc クラスでは、出力を自主規制値の7.2馬力まで引き上げたに、ストロークエンジン搭載した高性能スポーツモデルが登場し、他方、スタイリッシュで乗りやすいスクーターも登場していたことから流行が変化し、商品としての位置づけが曖昧になってしまった。エンジンは、 バックボーンフレームに排気量 50cc クラスの4ストローク単気筒エンジンを搭載。ヤマハメートやホンダスーパーカブなどと同様の水平シリンダー形式のエンジンを川崎が製造したものである。それまで原付市場に進出していなかった川崎がわざわざこのモデルのために新設計エンジンを作った狙いは不明であるがおそらく現地法人を持つタイを中心とした。 東南アジアの需要を考えた市場戦略の一環であったと思われる。商品的にはエンジンはホンダ、外見は鈴木の原付きを想起させるが、スライドシートの採用など細かいところにチャレンジが伺える作りとなっている。1990年頃、日本国内向けの販売が終了したバイクカタログ 90P160 から161ありがとうございます。